入れたらもう一回押せばいいんだよそれは見てたどこでやったのあっさあこっちでやったのこっちでやりましたこれ触るの初めて分からなかったんですそうだよな、いきなり言われたらえ、どうしようか一生懸命やった一生懸命じゃあいいよほんま誰かはい、ではじゃあ始まります 一生懸命やどわたまぽろくも一生懸命やったよ <laughs> いやあのですねはい、はい、前にゆうこさんが言ってたことあるじゃないですか、うん、ゆうちゃんって呼ばれたい,っていああ言ってましたねあれその後からみんなだんだん,ゆうちゃん「ゆうちゃんゆうちゃん」って呼ぶようになったじゃないですかあそうなんですね周りがそうです OBP のこの綾瀬とかさくらだったり、うんうん、マリンさんだったりっていうのが「ゆうちゃん」って呼ぶようになってて、うん 羨ましいなって思ってて思たんですよあそうやってチャンレイよそうですそうです<ー>で私呼んだことなくて優ちゃんってまあ先輩でもありますからねそうですそうですうん、うん、恥ずかしいんだけど優、うん、ちゃんって呼びたいうん。<laughs> <laughs> ギノガルフギノガルフギノガルフいやこんぐらいとかじゃないこんぐらいだよと頭のと違うよこんぐらいがちょうどいいいい湯加減でしたよいい湯加減でしたいい湯加減しまっちゃったからいいですけどさあということで皆さんこんばんはカンナグニーロですこんばんは伊波裕作ですこんばんは上原舞乃ですさあ始まりましたギノガルフえっと言えばいいじゃんいや恥ずかしいですよ あ、あ、そうなんか、でも、私がそういうのをすごい恥ずかしがり屋なのであ、そうなのだからなんだと思うんですけど今まで。とかだったりななんんだろうかもみんながあだ名で呼んだりするじゃないですか友達のこととか自分はそれを言えなかったりするんですよ。あ今、練習してはこの技能ガラフだけでもくにちゃんって呼んだり。 俺は優作だから優ちゃんまさしく優ちゃんじゃあ優ちゃんって呼ばせていただきます俺あだ名でクニフィーって言われてるクニフィーと優ちゃんクニフィーと優ちゃんあでもう一つあるんですけど私あだ名が欲しいんですねいつもマイノって言われててこれは小さい頃はなんか言われたことある小さい頃はずっとマイって言われましたマイ青沖縄っぽいねそうですそうです

気に入ってないのがもう溢れてるから全然気に入ってないか <laughs> 全然気に入ってないな <laughs> てない,いやいいですよ呼ばれたいやつとかですか <laughs> ああそれ考えてなかった 今日たまたま昼のあのミュージックシャワーを聞いてて、周りさんが話したんですけど、ユーリキアのユージさんはあの小学生の時、まあなんか結構顔が老けてたらしいんですよだから周りでなんかあだ名が副担任って言われてたみたいです。あでもそれめっちゃいいですね。あ、じゃあそういうのでなんかつけますか？全然マイノとは関係ない見た目とか。た体ほら小学校とかまあ中学まあ高校もか見た目とかから。 あっていませんでしたたあ見目ででもいましたねテニス部でタコですけどキリンっていう人とああそれかかったんだ首が長かったんですね長かったんだろうねあと菅井君ってのはナイスガイって言われてたしああんかいろんな人がいましたようんなんだろうな甘いのああともう一つあったのが小学生の頃にマイケルって言われてましたマイケルって言われてた マイケル・ジャクソンのマイケルの今日なんかでもマイケルっぽいね頭からね下まで黒っぽい役すほらほらツイキャス見るとこういう髪に見えるじゃんあ本ほんとだでしょああ俺ね髪型変えたと思ってさ前が良かったよって言おうとしたら帽子だったんだねそそ帽子でちょっと勘違いしてたんですそそううツイキャスで見たら 髪型変えたのかなと思いましたら帽子をかぶってましたねどうしましょうかなんかいいのがあったらツイキャストの皆さんにちょっとあの我々3人のじゃあだ名とかこれ今日限定でやりましょうずっとは多分しんどくなってくると思うので今日限定で何かいいあだ名がああったらればよろしくお願いいたします。けどとかかってなん

でまあまあの大勢集まってワンワン飲んでたんですねはいで二次会行きましてでその二次会に大体12人ぐらいかな1 2三3人ぐらい集まって二次会行きましたで結構みんなベロベロに寄ったんですよベロベロに寄っててベロベロに寄ってベベベベロロロロにに寄寄っってで いざ、まあ、会計っていう時に、まあ、僕の方僕がこの中ではその1 2三3人の中では一番年上だったんでちょっとずつちょっとお金、まあ、みんなから集めて、はいでまあ、足りないものは自分が出そうかなと思ってで自分がまあ会計したんですよ伝、うんまあ、票受け取って一、はい、人じゃあいくらねってで会計して、はい、で店出るじゃないですか、うん、その店出たら誰一人いなかったんですよ。<laughs> <あ> <laughs> それであのつぶやきだったの <laughs> あ、そう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 あ、見ました見た,見た,見たあれ見ましたなんて書いてたっけやっぱり…いないって何たみたいな <laughs> そう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 、うん、ふざけんなよって書いてたびくりして、うん 誰123人いたんですよついさっきまで出たら誰もいないんですよどんなイリュージョン使ったっていうどんなにシラフでじゃあ計画的になんかねじゃあ段取りよくじゃあ出てじゃあ12人なんでもうすぐ送迎バスも書いてあるんですぐ出ましょうって言ってもあの時間で12人はいなくならんよ。それで俺も 隠れてるのかなと思って。まあ、だから、ね、そういう、放送局の皆さんだから、ドッキリテスト。かドッキリテストで、ちょっと、一人、と左のロジマまで、またロジマが。一周したんですけど、誰もいない。すごい。ちょっとね、びっくりしたし。あの、まず、まあ、次の、行ったんですよ。まあ、まあ、いう、それ言うでしょう。昨日かな、まあ、週明けで、まあ、一人一人に言いましたよ。一人。 気をつけよ結果どうだったのみんな一応言うとちょっとあれイハさんはみたいになったらしいだけどみんなも酔っ払ってるんであれいないけど先帰ったのかなみたいな感じになってみんな一応はけたらしいんですけど誰も確認はしてないこれクラス会でかわいそうな人のパターンじゃないですかこれそうなんですよめちゃめちゃ本当泣きそうですよマジで死にた時に忘れられる人のパターンじゃないですか確かにじゃマジで泣きそうだったああ 経験ないけど、怖いね、こんな感じなんだね。びっくりするよな、たぶん。びっくりする。いないんだよ。神隠しにあったっていう。ありましたけど。なんか、こんな一瞬でできるみたいな。はけられるっていう。あれですね、三四郎の小宮さん現象ですね。あ、そう、そうなんですそういう話があるんですね。いや、ちょっとびっくりしましたね。いや、僕はてっきり、まの酔っ払って。 あ,あまたしょうもないことつぶやき始めたのかなと思ってた <laughs> いやいやいやあれも事実だったんですねであれあのつぶや焼いた時には、うん、結構酒抜けてますねあ抜けてるんですねす<ー>僕はもう山下清雄ずっと引きずってるから <laughs> <laughs> その流れでしょうもないことを言っちゃったからいやいやいやもう引っ張ってないですねあれはあれ事実だったんですね、はい、あれ事実です,、ね、<laughs> あ,ですあともう一つねあの、はい、今話題のあのカメラを止めるな 映画あ,<ー>あの実製、はい、作のね製、はい、作費300万の映画だたんですけどまあ傑作でした噂通りのうんこれはぜひ見たほうがいいですね今三浜セブンプレックスでやってるので、うんはい、ぜひ 見てください。あの、面白かったです中身はあんま言えないんですけど。あ、見たい。大祭ゾンビっぽい。や、みたいな。話も聞きます。はい、はい、はい。そう、そうかもしれない。近いっちゃ近い。近いかもしれないですけど、これ本当に言わない方がいいと思います。なるほど。はい。じゃ、興味ある方は、ぜひ行ってみてください。じゃ、続いて、まいの。はい。私は最近、あの。 夏休みということでみんな大学生なんですけど私の友達とか夏休みでこの内地から起床してきて沖縄に帰ってきたりしてて帰省ね、帰省あ、帰省ですね帰省してて沖縄に帰ってきててみんなでなんか集まろうってなってあ、いいじゃないですかなんか久しぶりに集まったりしたんですけどいややっぱし高校生の友達とみんなでおしゃべりってやっぱし楽しいなと思いましたいやもうこれはずっと変わらない高校の友達は結構特別ですからいやもう本当になんか なんか多分自分の中で一番の青春は高校時代だったなって思いましたうんうん、うんね、ついこの間ですけどそうだと思いますよだから、そういうういなんだろうんどういう思いでかなパパっていう高校生活の一番の思い出って言ったら何なんですかですか一番の思い出って言ったら、うん、今思い出す分で言うと、うん、友達とベランダで、うん、お前、なんとかの節あるようなゲームを知って。 た思い出です。ちょっともう少しここは広げないといけないところだと思いえっともう一度ななん何のゲーム？お前ちょっとなんとかの節あるようなゲームです。ゲームゲームゲームなんです。ゲームそのゲームはどうやってやるんですか？いやなんかこの私が瀬戸内っていう映画を見たんですね。でその映画の場面でこのゲームをやってたんですよ。それがすっごい自分の中では面白くて。 で友達に無理やりに、ね、これ絶対面白いからやろうって言って2人だけでやったんですけどんな内容は、うん、なんか急に始まるんですよ、うん、例えば私とイハさんでやってたら、うん、この私が急に「うん、いやなんかさちょっと矢さんのメガネ歪んでる節あるよね」 っってて言ゲーームがが始まるんですよ。こスタト。お互いの節があるところをつつくゲームでちょっとイライラしてくるじゃないですか。で怒り気味になって最後は勝ち負けがないんですけど両方とも勝ち誇った顔でいるっていうゲームです。お前の青春よそうだね。 びっくりするわもう1ミリも面白そうって思わなかったないやこれは高校3年生ちなみに誰とやってたの名前下の名前だけでいいやひなこさんひなこちゃんひなこへえ同級生でベランドですでまたこのひなこがひなって言うんですけどひながまためちゃくちゃ面白いこと言うんですよ もうそれで私は爆笑して自分が満足して終わるっていう。満足してじゃあもうベランダからいい、ね、教室入ろうかって言って。 ヒーナは普段は沖縄にいるの？沖縄いますよ。沖縄にいるんですか？大学生です。なるほど、これはいつか。あ、そうだね。これちょっと目の前でそのゲームみたいでね。何がちょっと分かんないですもんね。そのゲームが。これは生で見ないとわからない。そうだね。いやいやいや。でもヒーナもなんかあんまし分かってないままやってる感じはしましたけどね。これ分かんない。ギノバルフね。今日あの97回目なんですけど、100回目のゲストはヒーナ。 そうですね。普通優子とか<や><ー>スペシャルゲストで、ね、ココとかマリンとかになるはずなのに、うん、ヒーナーが来るかもしれない誰ってなって。いやでもヒーナー聞いてるかな？スペシャルゲストそうぞつっつヒーナーです誰。誰誰。<laughs> え、でも見てると思います、今のラジオ。見てるかな見てるかなもしかしたら。見てたらぜあのツイキャスも参加していただければと思いますのでよろしくお願いします。いはじゃあ僕なんですけどえとね、7か月ぶり、半年以上ぶりに脱毛を再開しまして。え前の知らない知らないす。僕、脱毛を今年始めたって2月からやったんですけど脱毛タレント。 俺のこと、お前、チンピラタレントとか脱毛タレントとかいろんなこと、ちょっとょっと麻雀したら、チンピラタレント、ちんたれ、ちんたれって言うんですけど、いや、長すの脱毛って言ったら、あんななかったんですけど、ちょっと僕、肌荒れが始まって春ぐらいから、で昔だったら2か月ぐらいで治ってたのが、4か月かかりまして、まだもう少しかかってるんですけど、それ。 が落ち着いたんで再開をしたんですよおはいもうヒゲ脱毛をこの顔のこのこの部分ねはいはいはい脱毛をするんですけど目の下から顎まで鼻の部分は普通は入ってないんですっておーはいはいはが入るところだからあーそうなんか黒いのに反応するからそのシミとかそういうのにもいいんでってこの顔全体やったりするんだけど俺の 本当に髭の部分だけなんだけど担当の人が、さん実は顔の大きさが女性ぐらいの大きさなので照射する回数とかスペースが余るんですとだから、鼻もやっときますっていう じゃあせっかくなんでってことで、僕鼻もピッてされます。ええ、特に毛が生えてるわけじゃないですか。どうりでいやでですよね。どうりで鼻ツルツルしる。ツルツルしる。行ったことないだろうが。なんかなんかね今日行くことなんか違うなと思って。なんか。鼻だったんです。輝いてますね。ただただこの脱毛するとヒゲの根元が焼けるので、飛ぶんですよ。ヒゲが。 ひげって剃る時って根元のとこグッと肌を押し込んで剃るんで浮いてるから今うまくひげが剃れないんですね、うん、だからちょっと今もうなんかゴワゴワし始めてるんですようんそうそうそうこれは1週間ぐらいこんな感じで、うん、で、えっと、えっとね サイクルが1か月半とか2か月ぐらいに1回いくでこれを1年ぐらい続けるんですってそうしたらもうだいぶ薄くなっていくというへえ唐澄寺さん鼻毛脱毛じゃないですよ鼻の上の方ですから鼻毛脱毛では鼻毛はバンバン生えてますバンバン生えてますんでよろしくお願いしますさあということでじゃあツイキャスちょっといきますか何何真弓さんの今何か言うとした と言えばあのわかります棒になんかプラスチック溶かしたやつみたいに入れてああ一気にバーンというやつね。あれやったことあるのやったことありますなんかめっちゃ爽快です痛いんじゃないの爽快ですもうなんかやった後にすっきりみたいなでもともと少ないんじゃないそうですかね男がやったら怖いよな怖いよね血出るよな 鼻鼻ごともげットりそうでもない。ゲットり。<laughs> そこまではいかないですけど、<laughs> いやそのぐらい勇気は入えてますよ。じゃあいきますか。えっ、ー、と進撃のめェちゃんがえって。 オープニングの感じですね。えって来てます。ほらって言ってました。あのぐらいがいい。あのぐらいがちょうどいい。来週も俺も見なってちゃんと。ハードルを下げるなカメラを止めるなみたいな言い方しました。ハードルを下げるな大塚健児さん、前のあだ名ないのどうですか長いなって。 前のあだ名ないのあこれがあだ名なんですねあなるあだ名ないのおおいいですねあた名が長くなるって難しいですね <laughs> <laughs> ありがとうございます一発チーミンえん、ー、こんばんは愛知県南部台風21号の吹き返しが結構長く続いてます,す、ね、これから台風エリアええー、気をつけてください、うん、ちょっとね、この強さの台風が行くのはなんか25年ぶりらしいんく、ねうん、えー、動画 SNS でもだいぶ上がってましたね、うん はい、えー、お気をつけください。はい、気をつけてください。はい、えー、進撃のメちゃん、アダナ、マイノさん、ダウンローニョの髪具合も期待しています。これがあったの？<laughs> あのサザンブリーズ、サザンブリーズであったんですよ。うん、あの O B P の、うん、この宣伝の時に、うん、いやさ、なんだろう、てて今度の大会があって、うん、ああそ,それを。 ダウンロードしてって言おうとしたらダウンロードしてっていうなっちゃったんですよあだ名ダウンロードなんでいいんじゃないいやこんなのでなっていくよあだ名ってそういうもんだよ変な間違いしたらずっとそうだよちょっとでも言いにくいからねえこれはなしでなしでなしえーあとタイゴさんヤッホーってはいヤッホー MJ さんあだ名はニヒロとのっちゃんとメガネおじさんおーいいいいいい いいですね。あ、メガネのおじさんですね。メガネのおじさんいいですね。長いっつんだからね。はい、次行きましょう。からすもりてやらさん、え、今ま台風の風がものすごいので、お家で聞いてます。ああ、やっぱ関東まで影響あるんですね。私の名前もマイですが、あだ名は焼き鳥でした。ええ、なんで？関ないんで、多分焼き鳥めっちゃ好きとか、あ、なるほどね。食べてるとか。あ。 いろいろ多分これから出てくんじゃないですね、もしかしたらマイノといえばみたいなので沖縄にワンチュールさん、お三人さんこんばんははい。こんばんはえいつものように出勤したのよけれど台風の影響で交通機関ストップして帰宅難民ですそっか、そうは大変なや台風の影響がすごいみたいですね沖縄にさんいきますかこんばんは、さっき歯医者で先生に怒られました何したんですか。え、なんで なんでたからね。ほっときすぎたとかそういうことですか。ああそういうことかもしれないですね。あでも歯医者は嫌ですよね。音が怖い。ああドリューのね。キンっていう歯は大事よ。歯は大事。本当に早めに直すべきですよ。え新規のめちゃん。かなさんは国費しかないでしょう。いやさんはゆうち。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 なんか子供の頃呼ばれてた。 あのここのギノガルフでも言ったことあると思うんですけどセクポンって言われてますセクポンセクシーポンポンセクシーポンお腹が出てるからでしたっけセクシーポンポンの略でセクポンって言われてますこういうもんだよ名前からじゃないわそうそうそういうことなんですセクポンセクポンおーいいですねぴったりぴったり今は別にポンポン出してないですけどねえーなるとらさんサニーさんこんばんははいこんばんはどうもえーあとはえー 泉さんの特急サザさん、ただいま停電中ということああなんか関西ね、大変みたいですね。どこにいるんでしょう。カラソモリテレさん。はい。私、鼻毛ないです。埃が直で入ってくる。鼻毛欲しいです。そうそう。なんか薄い人とかね、なんかいますからね。あそうなんですね。あ、でも確かになんか毛、なんかの毛が入ってムズムズしたいとかありますよね、たまに。何かの毛が入って。え、ないですか。鼻には入らないんじゃないですか。 鼻がなんかめざめざするなと思って鼻かんだらなんか…毛が入ってんの毛が…毛っていうか…なんだろう…あ、多分私猫飼ってるんであそういの猫の毛なのかなそういうことね不思議な現象を今…舞のの家だけで起きてる話を今、公共の電波で言ってるのかな舞のちゃんの話って一応全部興味そそるよねそうですか普通ない話をうん、そうだねするんだね全部興味はそそるんだけど思って話 シャ <laughs>、えー、さんからもこんばんは、うん、ということをています友達に江戸の絵さんと呼ばれている女性がいます、うん、こどもの子にさなえの絵は江戸の絵と説明してから40過ぎるようにも江戸の絵と呼ばれていますさ、うん、なの絵は江戸の絵ですって言ってなるほどなじゃあ江戸の絵ってあ<ー>あ かっこいいなんかいるわそういえば全然その名前じゃないけどそれで呼ばれる人っているわいますよね確かにいる舞のちゃんの今なんか俺最初台本にあの人弁入ってた人弁入りませんってそういうことよね今こうねそうねあーなるほど人弁とかっていうになるかもしれないあだ名がね衣とかあ衣あ衣はありそうだよ えー、はいということで、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、えー、いつも通りバーティーだ情報いきますか、うんえー、今週もいつもと同じになりますね、レギュラーですね、うんえー、火曜、水曜、お休みで、えー、また木曜日から日曜日まで、夜8時から深夜2時あたりまで開いております。この間 えー、僕行ってきまして、はい、あのーうん、グッドフィールドグループの方で一緒に行ってきましたら、後藤さんがいました。おお<ー>、<laughs> <laughs> まあうちのあのー、会社の先輩ですねお<ー>、えー。いらっしゃいました後藤さん。はい、ななどうしてました後えー まあまあ酔っ払ってました。ああそうですか。はい。元気でいらっしゃいます。あやもう元気で、はい。あの、はいあの楽しそうに話をしておりました。じゃあまたはいよろしくお伝えください。武田哲也さんのお話をしていただきます。はい。ありがとうございます。さあということで今日なんですけれどもね、久しぶりにゆっくりお届け、そうなんですよ。もう割とレギュラー放送で。 久しぶりですね。本当に久しぶりですよね。ギャラリーも含めてレギュラー放送です。そうそうそう。そうですね。レギュラーの二人が。はい、貴重んと前田真礼さんの二人が。ありがとう、ありがとうございます。チーム、チームギノガルフみたいな感じ。レギュラー、レギュラー。はい、で、今日後半に久しぶりにあの、心に残ったあの言葉。やりたいと思いますので、ぜひ、最後までお付き合いください。はい、では参りましょう。ギノガルフ。この番組は。石垣島の三崎牛。グッドフィールドグループ。 宮平乳業バーティーダの提供でお送りしますバーティーダ一人でも気軽にお酒が飲めるバーティーダ,ーィーダ気持ちよくカラオケが歌えるバーティーダ,ーィーダ素敵なオーナーがいるありがとうございます大人のための歌えるショットバーバーティーダ 若狭大通り二郎町寿司2階 2> 皆様のご来店心よりお待ちしております行くぞワ平乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です生乳本来の美味しさを君も一緒に楽しもうだから美味しい宮平乳業の低温殺菌牛乳 石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいますボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜る好評営業中精肉販売コーナーも品ぞろえ豊富でその場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ石垣島にお越しの際はぜひ三崎牛本店へ カイ、ね、ちゃんカイちゃん島持ってこいカイちゃんカイちゃんこっち来いちゃおうさおさおさおさん,おさんあ酔っ払ってるななんで <laughs> なんで耳元トなこのおじさんなんで <laughs> ここなんで酔っ払ってるんですかあ <laughs> ああ <laughs> ギノガルフ自分にぴったりくる始まってるよ <laughs> っちゃった本当に本当にピュアなんだね <laughs> 何も気にしないんだねお前おばあちゃん家に来て喋ってるみたいなぐらいの感じで喋ってたら。 話うったらずっと帰るんだ <laughs> すごいですね。さすがいや,い,やいいと思います。い,い,ね、いやあのそのままでいてそのままのマイノでいて。わか、うん、はいえきのうえきのガルフをお届けしています。はいさあじゃあここからはえーうん、グッドフィールドグループからのお知らせえ僕、ー、からご紹介いたします。はい、今日ですねコロンビアスポーツウェアをご紹介いたします。えー、コロンビアスポーツウェアは沖縄アウトレットモールアシミナーに沖縄で唯一あるショップです。 コロンビアスポーツウェアは1938年にアメリカのオレゴン州で生まれたブランドですブランドコンセプトはアウトドアアクティブオーセンティックアメリカンバリューをブランドコンセプトとして掲げていてジャケットやバッグブーツなどアクティブに活動したユーザー向けのアイテムを多く取り揃えていてトレッキングシューズやトレランシューズウォーターシューズなどアウトドアには欠かせないシューズも多く取り揃えています そしてただいまコロンビアスポーツウェアでは次のシーズンに使える秋冬物の,のパンツやシャツなど一部の商品がえ80%オフとお安くなっていますちょっと待って夏物じゃなくて秋冬物の,のパンツやシャツなどが一部が80%オフ、ねうん、大変お買い得ですねす、えー、アウトレットもラシビナーでは9月14日金曜日から24日月曜日までサマークリアンスセールを行っていてコロンビアスポーツウェアは2点以上お買い上げで アウトトレット価格からさらさにに10%オフになっていますぜひコロンビアスポーツウェアに遊びに来てくださいスタッフ一同皆様に会えるのを楽しみにしていますでまた、えー、ただいまコロンビアスポーツウェアでは一緒に働いてくれる仲間を募集しています接客業がしてみたいアウトドアが好きなど少しでもご興味があればお気軽にお問い合わせください一緒にコロンビアスポーツウェアを盛り上げましょうお問い合わせは電話098 番、番までお気軽にお電話ください以上、グッドフィールドグループからのお知らせでした。はい、ということで、えー、今週はコロンビアスポーツウェアということで、写真もねありますけれども、うん、前の見た感じ、どうですか、スポーツウェアってどんな感じ、持ってる スポーツウェアを持ってますよ。私、うん、あのトレッキングシューズっていう,うん、うん、なんか山登りとかで使えるシューズとか、すごいデザインが可愛いなって思ってますよ。そうなん、最近ねまたおしゃれなのが多いんですよね。本当に、ね、そう、なんかね、かわいいっすよ。いやもう本当にこういうのちょっと興味ありますね。そう、だからまあスポーツするにも。 あのちょっとおしゃれにね、かっこよくスポーツをしようということででいや80%途中でね次のシーズンに使える秋冬物のパンツやシャツなど一部の商品が80%いやすごいすごいよね70%は見たことあるんですけど70でもないそう80です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 よ。 あとはもちろんあの夏物もお安くなっていまして、うん、で9月14日金曜日から24日月曜日までサマークリアランスセールを行います、えー、コロンビアスポーツウェアは2点以上お買い上げでアウトレット価格からさらに10%オフという,うういうことですのでぜひこの機会にゲットしてみてはいかがでしょうか、はいえー、そして、ね、えー、また一緒に働いてくれるスタッフも募集しております。 お問い合わせ番号もう一度、098-850-5575番、098-850-5575番まで、えー、お願いいたします。以上、グッドフィールドグループからのお知らせ、今日は、えー、コロンビアスポーツウェアご紹介しました。はい、スタッフもなんかね、スポーティーで。そうなんですよ。いいですね、可愛らしくて。美、ね、2> 2そうですね、めっちゃ美人ですね。はい。ということで。 さえそうなんですよいやねこの「ギノバル」入る前にお米問題ちょっとあちょっとツイキャスが1回終わったんでもう一回いきますかはいはいはいすか。はい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 は始まいは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 いまあいはいいはいは どの銘柄やっても、まあ、食べても、あんまり味わからんよねっていう話をしてて。いや、僕は信じられない。よう、ん、そしたら、うまいのが。わかるわかる。あ、あの、確かにお米の銘柄変わっても、味一緒ですよねみたいな。味がわから。ない味がわからない。あの、そうそう、どの銘柄使ってるから。いいとか、美味しいとか、そういうのがね、あんまりわからないんですよね。なんでですか。 なんでですか。逆に逆になんでですか。なんでなんでわか,か,かるんですか。お米の美味しいものは本当においしいじゃないですか。甘いし、ハリあのハリもあるし、ツヤもあるし。ツヤ？ツヤ？お前らなんだ。<laughs> ツヤ。お米にツヤってあるんですか。あるわ。<laughs> ええー、<laughs> 気にしないの。 でも見るんですかもう持った瞬間にもううわおいしそうってなるじゃん本当においしいあのお米が立ってるとかって聞かないよ立ってるのはよく耳には聞きますけどあんまりそんなお米をまじまじとね見ることがないっていうかああつやがいいねとか立ってるなとかってねだって茶碗に入れたらすぐあ食べます食べます食べますからシーチキンかけてそれはイヤハさんでしょ 子どもの頃のあだ名なんだったセクポンセクポンの頃から食べょセクポンの頃からセクポンを形成したのはシーチキンですズ。セクポンの8割はシーチキンズ。2割はあと。2割は水。ご飯は。ご飯の話だろ、弟は。いや、分かるよね、ご飯の味違うの。え、あんま分かんない わかんない。え、わかんない。ちょっとわかる。ちょっとわかる。なんだ、君たち。だってね。うん。だ、さすがに、まあ、タイ米はわかります。わかるだろう。タイ米細くて長いから。全然それはわかる。でも、他のはちょっとね。あんまり。さん、わかるよね。ご飯。聞いけない。さきさん、わかるよね、ご飯ね。違いね。さきさん。わ、かるよね。キャン君は。 わかるよね。ええ。なんだ、罪は。なん、罪たちは。どうなんですかね。やっていうよりも、まあ、僕らはね、なだろう。まあ、すべてを愛するっていうか、そこにちょっとね、区別をつけたくない。わけ隔てなくね。どの米も、いろんな農家さんが頑張って作ってうそうそう。そこに区別をつけたくないんですよ。その思いが、やっぱり。 どの米も美味しいっていうところに繋がってると思います。どうしよう初めて前のと屋さんが気持ちが一つ,つ, <laughs> つになりました、ね。これまで喧嘩してたお米どう公開、ね、<laughs> いや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 、うん、違いますいいお米は本当に美味しいんですって<ー>まあまあまずでもつやとかね。うん そんな気にしないです,ねそうですよねうん、うん、だっておかずと食べるしねメインはおかずですからメインはおかずまあまあ主将なんていうのおかずのメインはあります、ね、そうい銘柄じゃあのー、食べくらあのー、何キききききお米とかもできますできるんじゃないへー,へーできるよご飯はわかるよわかるへえ<ー>。へ わかります？いやわかりません。わかんないですよね。私もわかんないですよね。なぜなら皆さん農家の人がどのお米ももう農家のさんがね、農農家さんが頑張って作ってらっしゃるから。そうですそうです。じゃいつかやりましょう。聞きいいですよ。ですね。あの聞きシリーズやります。聞きシリーズ。あやりたい。なんかね。やりたいやりたい。ガキの使いとかでもやってますけど、なんだったらいける。 だからたくさん種類があるものでしょお肉お肉は難しい牛肉と豚肉の。わかるわ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 わかるかるわわ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 かるかるかるわわかるかるわ ああそうですかね何だろうお茶とかは難しそうだねお茶は難しいかもしれないですねお茶わかる自信はありますお茶めっちゃ好きなのであそういや意外に難しいと思うよ得意ジャンルでじゃあそれでやってみますじゃお米お茶じゃじゃ僕シーチキンとかもちろんもちろんそうですねシチキン一番難しいあ俺じゃコーラだな ペプチドコーラとかあとコークかゼロとかんかあゼロなあた多分いけるんじゃないかなと思いますいやそれは俺もいけそうだないつかやりますやりましょうやりましょうはいあっ OBP が YouTube 番組で「聞き水やってました水やるか!」 おかしいなぁまあでも味違うもんね水もね、はい、あのメーカーによってエビアンとか,か,か<ー>ボルビックとかね違いますもんねうんそうそうさっきね香水軟水の話してたけどあれで違いますもんねんあのピンクのキャップのモデルがよく飲んでる水なんだっけピンクのキャップなんかなんかあるでしょう香水の ピンクのキャップですか。ピンクのキャップのなんかあるよね。硬<え>い水が硬いの。もう飲んで硬いってわかるんだん。わかるわかる。全然美味しくないんだけど、んな,なんかお通じが良くなるんじゃない？へ<ー>ー、ね、モデルさんとかがよく飲んでるのは。えでもお通じが良くなるのは飲んでみたいですね。詰、うん、まってるの？ 詰まってます。じゃあコースを進む。コー香水に飲みます。さあじゃあここで一曲いきますか。今日はヤさんのりくん。ちょっと声がうるかちゃいましたけど。喋る量はそんな多くないんだからお願いします。はい。はい。おいしまはい。オフスプリングでプリティフライ。いいね。うんね。 まあこれはもう俺らの頃だよねだ、ねはいぶね途中でただスペイン語で数数えてるだけっていうのもちょっとズボですよね、うんえー、あこれねうん、なんで聞いてたのかなこれ何に使われてたんだろうなんかこの辺大学とかねあ<ー>あの20代前半ぐらいはよく使われてたねなんか 出囃子とかで使う人も多かったよね。あ<ー>なんかね。ねこう分かるオ、えースクリームのクリーティて言たでもなんか最初のアハー、うん、ハを聞いたことある。でも番組とかでもよく使われてるからね。そう CM とかでよくやますね。ねねウィーザーとか、最近さ、あのあアフリカ、なんだっけウィーザーがカバーしてる曲があってっと流れてるんですけど、うん、ウィーザーわ分かるでしょウィーザーとか、ね。ウィーザーウィーザーっていうバンド。 ウィーザー・ザ・ワールドウィーザーアンデラスの曲にも使ってたんだけどウィーザーっていうバンドとグリーンデーとかグリーンデーはそうグリーンデーと同じ時期のがウィーザー大学の時に子供のくにグリーンデーとウィーザーが来るって言って来なかったんだよ来なかったんだよね台風とかベースに来たのじゃグリーンデーが来たみたいなのもあったよね だから、グリーンで、とウィーザーが、なんか。コントレックス。そう、コントレックス。あ、そうそうそう。あ、今、聞こえてるんだよね、これね。そうそう、コントレックス。カラスモリティアラさんと、機長さん、ありがとうございます。そうそうそう。そうか。ウィーザーは。マンーザー、ん何の曲。オープニングではな。オープニング。オープニング。その時、俺、ウィーザー、なんか好きだった。 ああ、そそれだったかもね。ミスター。オポシビリティ。ああ、そうそうそう。これそんな感じ。でもあれはそんなに有名な曲じゃない。あ、そうなんだ。それでしか知らないかな。洋楽はもし聞かないよね。聞かないですね。そういえばアダムさんもしてた。

をさらに省略する別の学校の先輩たちには何かつけられるそうだね何かこうやって略するパターンもあるんだなそう確かに何かの大会で他校の生徒を見てつけるとこあったあったあったあのたあっ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 くりったあったったあったあったったあ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  オフスプリングでプリティーフライでしたはい。もうこれは我々の世代なんですねはいね、はい、ありがとうございますじゃあ行っちゃいますか、はい、久しぶりにこのコーナーはい心に残ったあの言葉今までの人生の中で心を震わせた言葉って何ですか妙に一緒に残っている言葉ってなんでしょう今日は心に残っているあの言葉を 発表してもらいます。久しぶりですね。久しぶりですね。ええ、じゃあ、早速。やっていきましょうか。誰から行きますか。じゃあ、僕から行きます。あ、じゃあ、行きますか。これは、えっと、今年の新年会ですね。会社の新年会で。まあ、あの、まあ、ある方々もいます。で、た、結構、なんか、O. T. V. の方々もいます。お客さん呼んで。の新年会があったんですよ。それで、まあ、あるゲームで、あの、パンスト相撲。 よくあるじゃないですか顔にね反則やってうん、うん、でどっちも引っ張って勝負するっていうのが、はい、うちの,あの下地さん分かります営業の,うん、うん、の下地さんと上地さんという人が対決したんですよ。でそれで勝負したら、まあ、その上地さんが勝って下地さんが負けたと、うん、その時にその下地さんが言った言葉です。うん やっぱり下地は、上地には勝てない。もうこんなこと言い出したらね、四十歳ですよ。同じ年だよね。あ、同じ年です。下地、同い年。まあ、下地、上地、真ん中地とか、横沖縄であるだけで。やっぱり下地は上地は勝てないっていう。あ、なるほど、なるほど。もずっとね、頭に、まあ、心に残ってて。ええ。はい。 まあまあ受けてましたけどねいやいいと思う分かりやすいし分かりやすいですねはいっていう言葉ですなるほどじゃあ続いて前のいきますかはいこれは私が小学校6年生ぐらいの時ですねその時に この私、獣医位になりたいっていう夢があって、さあ、うん、獣位さん、動物のお医者さんになりたいってずっと思ってて、うん、でもやっぱり、それってすっごい勉強しないとだめだよっていうのを、うん、お母さんからも聞いたりしてたので、うんはい、えでもなりたいな、でも勉強しないとだめかとかって思って、うん、なれるかなとかって不安を持ってた時に、うん、このウォルト・ディズニーさんの本 の中のセリフを。大事なとこ、大事なとこ。あ、そう、そのウォルトディズニーさんの本の中のセリフです。はい。我々は今夢を叶えられる世界に生きている。いやもうなんかこの世界、この言葉を見たときに。 あそうだって思いました、確かにそうだと思いました、このなんだろう、笑わないでくださいさ <laughs> 真剣に話してますよね、でいや,<れ>いやもうなんか本当に、うん、頑張れば、この世界はちゃんと夢が叶えられるところにいる、自分はそこにいるんだっていうのを、うん、でなんだろうこのよし、頑張るぞって思えたセリフですね。<ー> それでもうそこからまた猛勉強が始まったんですかじゃあそうですそこから、うん、まあこの本この動物の図鑑みたいなのを買ったり買ったりというか借りたりして読んでたんですけどまあなんか ちょっとしたことがきっかけでここにいますね。修理ではなくて、修理ではなくて、そのちょっとしたきっかけがすごい気になるけど。すごいですね。なんでしょうね、そのちょっとしたきっかけがあります。えっとじゃあ次僕行きたいんですけれども、最近あのまあツイッターとかでもあるんですけど、あの本屋さんとかにあの行って。 え見かけたことある人ともある方多いと思うんですけど、こういうの見たことないです。うん、ああ、なんか見たことありますあります。筋トレ、筋筋トレが最強のソ,ソリューションであると。はいはいはい。えこの人のツイッターがあるんですよ。はい,はい。もうとにかくあの筋トレしろってしか言わない。最終的に筋トレしろってしか言わないんですよ。はい。 あのやっぱりそういうことをしてると、うん、あの前向きになるとか、うん、いろんなこう世の中のこういうことはもう最終的には筋トレをしてたらなんとか、うん、もう全然いいっていう話になるんですけどその人が言った中で、うん、あこれちょっとなんかたまに本当になんか納得するようなことがあって、うん、その人のつぶやきです、うん、<う>72時間ルールを心がけろ。 72時間ルールまあ72時間と言いますと3日ですよね24時間かける3で成功も失敗も3日以内に忘れろえ成功もこの過去の成功に縛られていたら新しい成功はつかめないし今やるべきことを見失うとで過去の失敗に縛られていたら新しい挑戦ができないし今この瞬間に集中できないだから成功の余韻に浸るのも 失敗のの苦しみを味わうのも3日で十分だとなるほど今この瞬間に全神経を集中しろっていうのがあって<ー>あなるほどなと思いましたね<ー>素晴らしい、うん、もうさっきから十何年前のマンデラスの話ばっかりしてるんですけれども <laughs>、うん、基本的に3日で忘れろっていうことなんで <laughs> そうですねまあまあ前向きにいいことも悪いことも,も、うん、ね ポジティブな意味合いで三日ルールでもだいたい俺やってますけどね。だいたい三日で忘れますね。それはもうあれおじいちゃんだからだいたい三日で忘れても昔のことはよく覚えてるけどみたいなああ三日が朝ごはん何食べたかな覚えてないです。はい大体そういうことですよね。はいじゃあもう一週行きますか。はいじゃあ野さんからはいえっとご役先生のことでうあまあご役先生 でではないんです五右衛育成先生が「ねうちなーまんゆきっていうコーナー、うん、まあやってまして、うん、それでサブウェイとコラボしてオリジナルサンドを作ったんですよ番組企画で。はいうん、それで、えー、そのサンドイッチが「ちんダみサンド」と「わかるよねサンド」を2つ作りまして期間限定で販売すると。うん で、販売しました。あある人がつぶやいてたんですけど、うん、まあそれを食べるためにまあチンダミサンドをあの店員さんに頼んだんですって、はい、そしたらその店員さんが言った言葉です。はい。いチンダミ一つお願いします。<laughs> まあ、まあ、<laughs> まあまあそうなりますよね本人がちんダミ一つお願いしますってもう言っちゃうっていうね、うん、あこれだからいいなーと思いましたね、うん、沖縄あるです、ねねまあるそ,、うん、そうなるんですよねちんダミ一つお願いします、まあしね、なかなか言う機会ないじゃないですか自分でねち、うんチンダミ一つお願いしますっていうのが <laughs> そうですね。状況がまず意味がわからない本人もどういう心境で言ってるかわかんないですけど、まあ声高らかに。まあ店内に向かってね、スタッフに向かって、ちなみに一つお願いしますって言ってたらしいですよ。なるほど。わかりました。はい。はい、じゃあ続いて舞の海さん。えっと、これは。え、心に残った言葉ですよね。何でもいいですよね。何でもいいですよ。じゃあ。 私がこのよく行く、あア AKIRA の T シャツを買ったお店なんですけど、はいはいね、ヒンっていうお店で、うん、でそこに行ったら、このなんかイベントみたいなのをやってて、うん、でそこにこのコーヒーショップがちょっと出店みたいな、されてたり、うん、また、そのそばにアクセサリー屋さんも、ちょっとなんか、ここにちょこっと商品置いて。うん やってたりっていうのがあって、うん、でその時に私はお店に遊びに行ったんですね、うん、でそのアクセサリー屋さんで指輪とか見てる時に「うん、あ可愛いですね」とかって言って、うん、こうやって人差し指にこの指輪をはめようとしたら、はい、あれ入らないみたいにな,、うん、なってたんですよでその時に店員さんが言った言葉です、うん、ああそれね夏はむくむから入らないのよ 衝撃でした。衝撃でした。すごく衝撃でした。指がむくむのって。指はむくむ。え、むく、わかり、分かってたんですか。ある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 。へえ。私それ分かんなくて知らなくて、え、指ってむくむんだって思って、ずっと自分心の中にずっとその言葉残ってます。あ、そうですか。はい。ま、顔もむくみますよ。顔、顔も。 足もむくむのは分かってるんですけど指がむくむのって思って指むく指くみますね今も衝撃みんなわか皆さん分かってたんですね分かってましたね分かってましたねいやちょっと衝撃でしたまあいろいろそうですねいろいろありますねそうですねでも指輪ってさあの僕ら結婚して指輪してるじゃないですか杏奈さんもねいいまあ じ取ってくくるると、あのーまあ、体大きくなるじゃなゃいですかどうしても。うん、でやっぱ指先がもうすんごいぎゅうぎゅうなっ,くなってるおじさんの手とかよく見ますよね。うん、あーありますね。うもうこれ絶対抜けないだろうみたいなーあーにはなりたくないなと思ってるんですけど。<laughs> うん なななかかさんやっていですね僕は最初からゆるゆるでやってますスポーツする機会が多いんで取り外ししやすいようにと思うやっぱりスポーツする時は取って僕は取りますねゴルフとか野球とかそういう時には外しやすいように結構ゆるめにでも簡単に抜けないですからねじゃあ僕軽めにいきたいと思います僕の 友達のえっと、女性、ある女性がいるんですけど、はいまあ、いろいろ間違える言い間違えをする人がいて、うん、もうさらっと行きますね。うん、あのー、じゃあ注射を移動してて注射をしたい時に言った一言です、うん、ああそこのパインコーキングに止めてから行くよ。 逆にね、逆になっちゃったってパインコーキングって言います。間違いの中でも一番意味がわからなかったもんですね。すごいでも頭いいですね。なんで？えだってちゃんと入ってるじゃないですか。この言葉自体は合ってるじゃないですか。あれ言ってる意味にわかります？コインパーキングが正解。あそうそう。コインパーキングが。コートパーを間違えたけど、同じ中で間違えましそうそうそうです。まあでも間違いですけど。確かに確かにはい。 まあ思わず突っ込んだっていう。多々あるんですけれども、えー、このシリーズいくつでもできますんで。えー、ああ、まあ,じゃあま、僕の親父もこういうの言った、もう、はい、はたあります、ね。あ,ーーあとうちの奥さんも結構ありますね。ありますねえー、はい、じゃ、また、そういうのは、次回。はいうん、はい、お届けしたいと思います。以上、心に残った、あの言葉でした。はい。昨日がるふ。 バーバーティダ一人でも気軽にお酒が飲めるバーーティダ気持ちよくカラオケが歌えるバーーティダ素敵なオーナーがいるありがとうございます大人のための歌えるショットバーバー・ティーダ若狭大通り二郎町寿司2階 2> 皆様のご来店心よりお待ちしております「ラ乳業の牛乳は低温殺菌牛乳です生乳本来の美味しさを 君もも一緒に楽ししうだから美味しい宮平乳業の低温殺菌牛乳石垣島の三崎牛本店がついに焼肉屋やっちゃいますボリューム満点のランチから本格的な炭火焼肉ディナーまで昼夜好評営業中精肉販売コーナーも品ぞろえ豊富でその場で食べて美味しければすぐにお土産用に買えますよ石垣島にお越しの際は是非三崎牛本店へ

<laughs> はい、えーギノカルフ、はい、この番組は石垣島の岬牛グッドフィールドグループ宮平乳業バー・ティーダの提供でお送りしました嘘だろーどうしたどうしたんですかドラゴンズ6-0だったんですけど9点まで取ったんですけどはい9対9になってますねえー、えーえー、お知らせどうぞ <laughs> ちょっとちょっとちょっとめっちゃ怒ってるめっちゃ怒ってるめちちゃめっちゃ怒ってる お知らせしづらいけどまししままますすね、ね。あのず OBP 汐メロコドル甲子園で優勝したじゃないですかでその日本一になった OBP なんですけどこの進化系瞬団の躍進は躍進はまだまだ止まりません次の OBP の目標は UMU アワード2018というこちらも日本一のローカルアイドルを決める大会なんですけど この汐留ロコドル子園前回 OBP が優勝した大会と UMU アワードがこの今の日本にあるローカルアイドルで2大タイトルらしいんですよ。大きい大会なんです、ね、そうですそうです、うん、でそこで OBP は今年2本目の日本一を取るっていう目指すことにしました。なのので皆さんの応援を よろしくお願いいたします。ああ、また次に向けてということですね。そうですそうで,す<ー>でその応援方法がまずはあの予選を勝ち抜け勝ち抜かないとダメなので、皆さんの応援が必要になってくるんですけど、うん、予選はスマホアプリの方から投票できて、うん、スマホアプリマイスタをダウンロードして、うん、OBP にチアと呼ばれるプイポイントを送ります。で、そのポイント数で予選を勝ち抜ければ、11月24日の 東京で開催される決勝ライブに。 出場ができるので、まああのショールームみたいな感じで、そうですそうですショールームと似た感じで、よろしくお願いいたします。はい応援期間は9月7日か9月14日までです。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。で僕は今月29日にライブやりますんでね詳しく僕の SNS ぜひチェックしてください。不惑というライブでやりますんでよろしくお願いいたします。はいというところでお時間です。昨日のアルフおいては神ンナクとヤユサクト上原舞ラでした。また来週火曜日9時にお会いしましょう。それでは皆さんさよなら。 さよフ <laughs> 手あげてる <laughs> 手あげてるはあ <laughs> 中日やうまない中日や怒ってるね <laughs> 最終回に6点入れられて追いつかれるってあるあーないですねなかなか去年10ゼロから逆転されたことがある